先輩、多分この家のはずです。多分ってなんだよ、しっかりしろよお前。移動中ずっと寝てたくせに文句言わないでください。強盗は体力いるから睡眠が大事なんだよ。ああ、ライトつけた方がいいですかね。この辺暗すぎて全く見えない。バカか、人の家に盗み働くって時に目立ってどうすんだよ。いいか、闇は俺ら空き巣の味方だ。闇を利用しろ。すいません。ああ、でもやっぱ合ってます。地図で見た感じここで間違いありません。ああ、家主はいないんだよな。はい、この時間はいないっていう情報が入ってるんで。わかった、じゃあ行っか。はい、今回の家はかなりいい物が揃ってるって噂ですよ。腕が鳴りますね。気引き締めろよ。朝までにボスの元に盗んだ品を届けなきゃ俺たちの命はない。必ず成功させるぞ。はい、おら。よし、高く売れそうなもの。あー、やばい、やっぱ暗くて探しづらい。これ部屋の電気つけちゃダメですか？ダメだって言ってんだろ、目を凝らせ目を。あ、先輩？あー、ごめん、花瓶割ったかも。ほら、電気つけた方がいいんじゃないですか？うっさいな、どうせずらかるんだからいいんだよ。早く探せ。わかりました。あ、これ金庫かな。ほら、いや、え、わ、違うわ、これテレビでした。あ、気にすんな、次探せ、次。あ、あった、ダイヤのついてる指輪見つけました。お、よくやった盗まれる運命とは知らずに家主も気の毒だよな。そうですね。あ、リレックスの時計もある。最近出た限定品のやつだ。これ高く売れますよ。いいぞ、一旦一箇所にまとめとけ。最近出た限定品のリレックス、はい、あ、俺同じの持ってるかも。あ、そうなんですか、趣味合いますね家主と。ちょうど俺のやつ最近傷がついちゃっててさ、それと交換させてもらおっかな。いやいや、ボスに届けないとダメですよ。あ、そうだよな。あ、ブランド物のバッグもある。あ、ルッチの秋冬に出たやつだ。詳しいっすね。わあ、でもショックだろうな家主。いや、盗まれるやつが悪いんだよ、同情なんかいらないや。あ、先輩、金庫ありました。これ現金入ってるかも。何、金庫？あ、でもロックかかってる。4桁の暗証番号必要っすね。あ、金庫ごと運び出すのは手間だしな。0626。まあダメか、俺の誕生日じゃ開かないか。そりゃそうだろ、金庫諦めは言った。ちなみに先輩、誕生日いつですか？俺は10月5日だけど。1005。だから俺らの誕生日で開くわけないだろ。え、開いた。え、開いた？嘘。え、本当です。え、現金入ってる。あれ、あのさ、え、ちょっと待って、やったラッキーラッキー。一応なんだけど、うん、一回さっきのリレックス、あれ傷ついてないか一回見てくれる？傷？なんでですか？あ、いいからいいから、一回。傷ですか？あります。うん。うん、多分あります。ああ、一回電気つけていい？いや、ダメですよ。先輩が言ったんじゃないですか？闇は味方だって。いや、一回一回。一回電気、うん、つけます。え、ちょっと。つけます。あー、ここ俺の家だ。はい、あー、ここ俺の家だ。俺の家？あ、俺自分の家に住み入ってるわ。自分の家？うん、ここ暗くてよく見えなかったけど、完全に俺の家だなこれ。うん、見て、俺の写真飾ってあるもん、ほら。本当だ、先輩の写真だ。このリレックスの傷のつき方、完全に俺のだし、金庫の番号1005で開いたし、俺の家だ。本当だ。え、マジで先輩の家なんですか？そうだよ、うわ、俺んちじゃんここ。めちゃくちゃなってんじゃんっていうか、最悪なんだけど。自分たちでやったんですけどね。窓ガラスこれ割っちゃって、これ修理代いくらかかんのよ。何やってんの？窓ガラス割ったのは先輩でしょ。床もびしょびしょだしさ。え、てかテレビ壊す必要なくない？え、てかなんで気づかないんですか、自分の家に空き巣してるって。いや、だって移動中寝てたし、暗かったし、自分の家とか1ミリも思うわけないじゃん。そうですけど、え、そんなこと起こります？あ、っていうか一旦靴脱いで。え？いや、俺んちだからここ。今さら良くないですか？いや、お前先輩の家があっておいて土足はないでしょう。強盗ですから、ガラス踏んで血でも出たら証拠になっちゃうんで。っていうかさ、これって強盗に当たんの？自分の家襲撃してるもんね、結果的に。あー、まあその場合僕だけ強盗になるんですかね。あー、え、俺次第じゃない？え？俺が通報したら強盗になるよねこれ。いやいやいや、それはちょっとずるくないですか？だとしたら僕盗まないと損か。いやいやいや、盗まなくていいって。他行こうよ他。無理ですって、朝までにボスに届けないと何されるか。っていうか今回の家決めたのお前でしょ、はい、気づかなかったの？リサーチしてる段階で俺の家っぽいな、あ、先輩の家だろうな多分とか。いや、だって僕先輩の家知らなかったんで。あ、お邪魔してます。こんな感じなんすね。いや、いいよ今さら。へえ。いや、いい今さら、その入ってきた時のやつ。いや、とにかくうちにあるやつ全部必死に盗んだ、宝物だから全部。うん、無理、盗むの。全部盗んだやつなんすか？そうだよ、もうこのバッグとかさ、俺が新人の頃初めて盗んだ思い出のやつ。思い出のやつ盗んだやつに言わないでしょ。普段使ってるとこ見たことないし、いらなくないですか？いや、とっておきの時に使おうと思って取ってんのよ。人の大事なものを盗もうってどういう神経してんのそもそも。あんたが言うなよ。盗まれるやつに同情すんなって言ったのもあんただし。ああ、じゃあこの絵画はめっちゃ高そう。はい、絶対ダメ。え、もうそれ一昨年の自分の誕生日祝いに盗んだめっちゃ大事なやつだから。自分の誕生日祝いぐらい盗まずに買ってくださいよ。ああ、じゃあこの本革のジャケット、これもセット品でしょ。まあまた盗めばいいじゃないですか。いや、同じのだったらいいってわけじゃないから。必死にバレないようにコツコツ計画立てて覆面とか用意して、なんとか盗んだジャケットだからそれは。ああ、もうそんだけ価値あるものなら余計盗んでボスに届けないと。はい、届けましょうね、もう諦めてください。あ、いや、
あ、そうか。あ、これ全部価値ないんだった。この時計とか傷入っちゃってるから600円とかだった。そんなわけないでしょ。僕が持ってったら。嘘つかないでくださいよ。この札束も偽札。あの人生ゲームのやつ。絵画もこれ俺が酔っ払いで書いたやつだし。いやいや、今更無理ですよ。盗まれたくないからって価値ないみたいに言うのやめてください。あ、これとかめっちゃ高いから盗んだらあのちょうどいいかもね。あの高校の修学旅行の時のスノードームね。そんなわけないでしょ。先輩が手作りしたやつでしょ。あ、いや、これ俺が作ったんじゃなくて、あの当時好きだった山梨さんだから、うん、めっちゃ貴重なやつ。好きな子のスノードーム盗んだんだ。根っからの泥棒だ。あ、めっちゃ価値あるからもったいないけど、もうこの際仕方ないね。持ってけ持ってけ。価値ないです。価値あの先輩だけだから。持ってけ泥棒。あなたも泥棒なんだよ。もう何も、もういい、警察呼べよ。いや、そんなことしたらあんたも捕まるから。てか急がないと家主帰ってきちゃいますよ。家主は俺だから。家主は俺が家主。ああ、そっか。あ、でもちょうどよかった。家主が味方なら完全犯罪が成立する。意味ないんだって。盗んでもそもそも俺のものだからね、全部。いや、そんなこと言ってもな。あ、なんかちょっと喉乾いたな。あ、先輩なんか飲み物ないっすか。お前今どっち、泥棒の部下としてうちにいるか、その客人としてうちにいるのか。いや、お茶くらい出してくださいよ。あ、客としているな。そのスタンス取るならお前盗むなよ。あの強盗にお茶出すやついないから。わかりました。住民に気づかれるかもしれないんで、とにかく今集めたもの持ってきましょう。マジでやだ。いや、俺だけ損してんじゃん。分け前もらえますから。分け前もらえたとしてもマイナスだよ絶対。もう諦めてください。よし、強盗やめた。やめた強盗。綺麗さっぱり。僕は一般市民です。今から何言ってんすか。誰ですか。は、なんかめっちゃ俺んち荒らされて、あ、強盗だ。あ、強盗だ。あ、強盗だ。わざとらしいな。無理ですよ今さら。急に会社側に回ろうとしないでください。最低。すごいなこの人。あ、もしもし、あ、警察ですか。あ、今あのうちに強盗来てて。マジで警察に電話してる、はい、強盗、はい、3丁目 の、 あのスーパーの前の家です。はい、そうです。強盗が今来てて。無理あるよ。お願いします。ああ、初めて盗まれる側の気持ちよかった。あんたら最低だよ。いや、よく自分のこと棚にあげられるな。怖いわ。うわ、サイレン。はい、これでお前は捕まる。いや、あなたもバレますよ絶対。まあ仕方ない、もう逃げます。じゃあ。あ、おまわりさん。うわー、ひどいですね。ひどいですよね、ほんと最悪ですよ。もう、あなたはなんでそんな不審な格好してるんですか。あ、これあの寝巻きがこんな感じなんですよ普段、はい。あー、そうですか。あ、じゃあこの時計とか革ジャン一旦警察側で指紋認証させてもらうので預けてもらえますかね。あー、ダメダメ、それ盗んだやつだから。大事なやつなんで。え、あ、逮捕。